とことんやり込む。どうも、なおちんです。本日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。始める前にちょっと告知です。本日9月30日夜の8時半から生放送をやります。視聴者さんと一緒にマルチプレイやっていきますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。さあ、9月30日アップデート来ましたね。昨日じゃないな、9月30日のもう夜中の12時0時から、来ておりました。で、俺もあらかたやってまして、クエストはね全部こなしてます。ストーリークエストね、ストーリークエストは全部やりました。で、このアップデートで何が変わったのか、それをね話していきたいと思います。まあ一番変わったのは、まあストーリーが追加されたというところですね。まあストーリーあらかた、やったところ、まあムービースキップなしで、だいたい4、5時間ですね。4、5時間あれば、クリアできるかと思います。うん。まあ結構すごいボリューム感でしたね。はい。で、そしてね、次に、俺が一番ね、これ気になってたんですよ。レベルがね、一番気になってたんだけども、レベルはね、上限突破されて、なんと、最大600ですね。うん、パワーサイトは、雪エリアですね。雪エリアのところが解放されまして、そこを、レベル上限解放しますと、600ですよ。うん、レベル上限600。で、400から上げようと思うと、1レベル上げるごとに、まあ、7万、8万。で、今、俺もう473なんですけども、1上げるのに10万必要なんですよ。もうとんでもない数。とんでもない経験値が、必要になっております。これ600まで行くの、結構時間かかりそうだね。うん。でもまあ、全キャラ600までしますけどね。それくらいはやり込んでいきます。ということで、レベルは600です。はい。パワーサイトは、雪エリアのところですね。左上のところの雪エリア。あそこで上限解放することができます。はい。で、そしてですね、今装備してる、これ。ジェットブーツ。これなんですけども、入手場所は、学園長室ですね。学園長室で、ワイドロップ100個と交換することができます。うん。学園長室の、横のところにショップがあるでしょ。あそこで交換できますもんね。うん。まあ、俺もちょっと最初探したんだけども、あそこで、交換することができました。で、そして、売り物がね、変わってるんですよ。売り物が。まあ、変わってるというか、追加されてる。普通のショップは、今までと変わりはないんですけども、このね、ワイドロップを交換する場所、ここがね、リニューアルされました。まあ、もともと売ってるのもあるんですけども、ほら、これ、レアメタル軽量、レアメタル製軽量モップか。とか、グラビティボール。もう少しあったよね。スポーティーパーカー。と、湯沸かし機能付きハイテク水嚢と、サテンの、ハンカチですね。これを交換が新しく出てます。ちなみにこれなんですけども、クラフトで作ることはできません。クラフトで作れない最強装備が売ってるようになりました。まあ、ここだけではなくって、生徒会室ね。そして、学園長室。あそこも一緒で。アイテムが追加されてます。で、さらに言うと、ここだね。メダルポイント。ここもね、増えた。空下のいつもの私服と、ほら、武器が増えたんですよ。トップモデルのハイヒール、フライパン、フットボーラーの輝き。で、防具だね。うん。それが、追加されております。あと、ここら辺だ。ここら辺。うん。かなりの装備品が追加されております。すべてがね、レベル400ぐらいの装備品ですね。
なんで今までクラフトで作れたのが300前半ぐらいまでと思うんですよ。なので今までのがもう最強ではなくなりましたね。ああ、最強ではなくなったので、また、今からねスタートということですよ。まあアイテムはいっぱい入手しないといけませんね。素材はめちゃくちゃ必要になりますし、新しい素材も出てきております。うん、まあガンガンで回って入手を頑張っていきましょう。で、そしてデイリークエストあったでしょ。デイリー、このデイリークエストがね、新しいやつが出るようになりました。今日出たのが男の肉体美選手権ですね。うん、今までのやつよりも、難易度は高めでした。敵のレベルは330とか340とかそれぐらいのやつらが出てきます。なかなか強いですね。そして、デイリーミッションのこれですね、慈悲なき破壊者、七に誘う遠吠え、まあ、この2つなんですけども、新しいやつですね。まあ、この2つにも以外にもおそらくあと2つぐらい、2つ3つぐらいは出ると思うんですけども、まあ、デイリーミッションが新しいもの、出るようになりました。そしてクラフトですね。クラフトはストーリークエストをクリアするごとに、製作所を入手することができます。まあ、その製作所を使って、どのぐらいだろうな、レベルね400手前、うん、さっきお店で売ってたやつがあるじゃないですか、400ぐらいの、あれと変わらないぐらいの、強さな装備を作ることができます。うん、まあアイテムはものすごく必要なんですけどね。そして一番の目玉となります、マルチクエストですよ。マルチクエスト、それがね、できるやつできないやつがあります。うん、できるやつはクエスト名の横にマルチ可能って書いてありますし、このマークですね、この緑のマークがマルチができるやつです。で、この緑のマークがないやつはマルチができないクエストとなっております。はい、さっきあのマルチの掲示板見てみたんですけども、まあ結構募集はありますね。うん、まあ5区とかを出してる方もいるんで、それと一緒にね、参加されていくのもいいと思います。どうなんだろう、5区あれはどうだろうね、選んだ人がチケットを払うのかな、他の人は払わなくていいのかな、あ、それはちょっとわからないですけども、まあ5区とかもぼちぼち出ておりましたので、かなり高難易度と思いますけども、行ってみるのも面白いかと思います。で、残りですね、残り1つキャラクターが増えました。キャラクターがね、空花先輩と、のずちか、この2人が増えました。レベル最初がね、空花がレベル120で入ってきます。で、のずちかが230ぐらいで入ってきました。うん、まあまあストーリークエストを、クリアする中でこれぐらいまで上がったんですけども、まあレベルはねまだまだ足りない感じですね。うん、やっぱり400ぐらいまでならないとちょっと使っていけないと思うので、まだ保留中です。そして、陣平のアースウォーカーですね、アースウォーカーも、クエストどれだろう、どんぐらいだろうな、まあ、ストーリーの終盤ぐらいまで行くと入手することができました。でも、装備品がね、レベル290の貧弱なやつなんですよ。290。なので、まあ、レベル400以上とか、それぐらいの人は、夜の学校とかで、入手できるんじゃないかな。そこを回らないと強くなりませんね。うん、俺も今のところまだベニマルとか、ブルームーンを使っております。はい、ということで今日はですね、9月30日のアップデートで追加されたこと、大体まとめてみました。こんな感じですね、やることはすごいいっぱい増えましたし、これね、マルチは面白いですよ、面白い。で、5区まだ行ってないんですけども、おそらく強い、敵のレベル400以上のやつが出てくると思うので、まあ心してかかっていかないといけないと思います。やっていきましょうね。では、本日ですね、9月30日、夜のですね、8時半ですね、夜8時半から生放送やります。皆さんでクエストを回していこうと思いますので、皆さん
よかったら来てください。いや、よかったらじゃないな、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。そして明日からも動画出していきますので、チェックをよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。